はい、皆様どうも、マフロです。それでは白猫プロジェクトやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はですね、聖女と風色のブーケ失踪編、こちらの方をやっていこうと思います。こちらね、ちょっと試しにちょっとだけやっちゃってます。はい、でもまあほんの少しだけなので。はい、そして2倍子をまた使っておる状態でおります。なんか変だった。はい、ではストーリーから。決める大会、出場者求む。はっはーん、この大会なら見つかるかもしれませんね。私のライバルが。そうだ、遊園地でエンジョイしてみてはどうでしょう。お化け屋敷にジェットコースター、スリルが楽しめて安心ですね。まあ、前回ボイス入ってなかったけど今回入ってますね。さすが最新版。
敵も来てるし、引っかかっちゃダメ。あー、マッチバードがいます。そこのあなた、エクルのこと？私は軍師のメイリン。その速さ、あなたも軍師とお見受けしました。お見受け？優れた軍師となるためにはライバルとの切磋琢磨が不可欠。あなたは私のライバルです。ライバルって何？強敵と書いて友と呼ぶ、そのような関係です。友達？メイリン友達？お疲れ様です。皆さん早いですね。誰だ？ DJ のビビです。よろしくお願いします。結構みんな早いですね。早いの？エクルも早いよ。なんで？テンポが速い曲をプレイすると、なんというか自然にですね。そんなもんか。変な鳥！マガー！鳥。あなたの走りも見せていただきました。ビビさん、あなたも私のライバルです。遅れないようにノリノリで頑張ります。変な鳥。え？何？なんか変な風。さあ次行ってみましょう。じゃあ次はビビさん。あ、そういえばクリア条件確認してないけどいいのかな。まあいいか、タイムアタックならどうせ全滅とか宝箱は全部取るとかそんなんでしょうね。そうだそうだ、バッチリ決めてこう。一本取るよ。流されるぜ勝手に。これやばい。あ、でもなんか楽しいかもこのせい。流されながら。
取るよ。とりあえずクリアさえできればいい。タイムは気にしない。気にするけどやっぱり。あ、トラップに当たらずあったんだ。でもまあ当たってなかったからよし。よしとしよう。じゃあ次からちょっと気をつけなきゃな。気持ちよかった。なかなかやりますね、エクルさん、ビビさん。皆さん本当に早いですね。私も負けてられないです。それにしてもこの会場、ちょっと音響がおかしいですね。やけに音がこもってるような。変だよね。なんか気持ち悪い。風邪ですか。明日の天気は雨です。そうじゃねえ。君に選手のスカウトを頼んで正解だったよ、オリバー君。いいんだ、いいんだよ。メイリンさん、競技中いろいろぶつかってましたけど大丈夫なんですか？これも作戦です。どういう作戦？頑丈なんだね。なあ、ちょっといい？何？関係者控室ってこっち？こちらは選手控室ですね。ウォーレンって人を探してんだけど、プロモーターの。スタッフの方を呼んできましょうか。ああ、スタッフはまずいかも。なんで？ウォーレンってのは私の父親でさ、今から身内の話をしに行くんだよね。私が来たことを知ったら父さんきっと逃げると思うし。複雑なお悩みですね。なるほど。では計略を使いましょう。やばそうな、やばそうな匂いしかしませんが、計略とか。ありがとうございます。もういいですよ、セリーヌさん。ありがとう、超助かったわ。私たちがプロモーターに用があることにすれば問題ありませんね。ねえセリーヌ、父さんと何話すの？ちょっと愉快じゃない話かな。喧嘩したの？そうかもね。仲直りできるといいね。うん、あんたたちも試合頑張ってね。負けやりだね。さあ行きましょう。じゃあメイリンさん使っていきましょう。決めてこう。一本取るよ。
終わらなくて終わった方がいいのか。そうかよ早く打って行っちゃうじゃないか。超マジか。風船ばっかりにとらわれてる。取れる範囲です。でもここはいい評価取ってなんかアイテム稼がなきゃやばいんだよな。施設で使うんだよ。何あの掃除機、掃除機じゃない。あーやばいやばい。当たったかな。スマップなんだらずだったらあれ当たっちゃうまずいんだよ。やだ、できた。ナイスファイトだったよ。トラップに当たってなかったらナイスだ。とりあえずここはクリアです。あ、状態でしょう。あ、でもなってない。それで蜂がいたのか。刺されたらやばかった。そうだね。何してるの？ちょっと会場内の音響をチェックしているんです。おかしいな。空気の密度に変なムラがありますね。空調は正常に作動してるのに。え？エクルさん、この会場の風はどんな感じに変なんですか？ゾワゾワなの。なんか重たい感じ。もしかしたら空気そのものに原因があるのでは。空調ルーン。お医者様の言う通りです。医務室にお戻りください。どういうことです？借金。なるほどこの大会何か裏がありそうですね。なんか某漫画みたいな展開になってきたな。地下送りか。悪い風。もうどうしたんですかエクルさん。どう
だろう。はい、それでは行きましょう。じゃあエクルさんに戻ってと。敵強くなってくるかな。まあ、前回までやってたのはね、復刻版なんで、まあ言っちゃ古いクエストなんでね、今のキャラを使うと結構有利に決めてくんですけど、この辺は最近作られたクエストで、ゴリ押しはトラップあるよね、もうしゃあないね、こんなの受けていけってかやるけどさ、あとで完全クリアは。あのトラップになるかな、あの風。あれはエクルさんが落としてる。全然。おお、これはもう次から限界ってとこはさすがに、ああまあその方が楽そうだね。私には全て分かりました。本当ですか？この大会の真の目的は、軍師と軍師の才能を持った者を集めて一網打尽にすること。違うだろう。え？軍師の力を恐れる者の企みですね。ですがご安心を、この私の策が悪しき企みを打ち砕きます。おはようございます。タヌキだ。聞いてました？私は人間が好きだ。君たちの無駄な努力がな。私は長い時を生きている。だからこそ
娯楽に飢えていてね。君たちを相手に昔ながらのゲームをしようと思う。なんか乗っ取られた。動けないだろ。君たちの体は私の意のままだ。どういうことかわかるね。改めて自己紹介をしよう。私の名はグラウザム。ちょうどいい。大会の決勝戦を私と君たちの勝負としよう。大会に参加した選手が勝てば君たちの勝ち。君たちは解放される。だが私の選んだ選手が勝てば君たちの魂をいただく。興味が湧いたろ。ちょっと、もちろん選手は動けるようにしてやると思う。ただの戯れで巫女様はしないさ。紹介しよう。彼が私の選んだ選手だ。動けようが霧の支配は変わらぬ。オリバーに追いつくや否や霧は体を縛り動きを封じる。悪いの悪いの飛んでけ。飛ばせる。見えないし匂いもしない空気のようなものを使って体を縛ってたんですね。そのためにルーンで空調を操って。なるほど、わかりました。あなたが黒幕ですね、司会者さん。悪い風はエクルの風でビューってする。ほっほー、威勢のいい連中だな。悪い風、ルーセから出てけ。あれはセリーヌさんでは。いや、裏を書いてルーシェさん。メイリーさん、落ち着いて。それでは決勝戦を始める。決勝戦ですって。これもう30分になっちゃうんだけどやっちゃうしかないよな。じゃあビビさんで。いやー、ちょっと時間がやばいな、この後予定が。まさか時間のない時に限ってここまで長いストーリーだとは。一回切ると中途半端になっちゃうしね。やりきってしまいますか。
かんねえよ。トラップ、だからここあるか、あ、引っかかややこしい地形、どこだこりゃ、しかも引っかかるんだよな、魔王出てくんの、ひょっとして城か、どんどんキャッスル、城だとでもマールスの相性いい、格闘家しか相性良かった、違ったっけ、あれが微妙に動くからやりにくい、気絶か、見つけた、相性いいのでよかった、ダメダメだな。まあどうせここは魔導士を入れたパーティー、どうせここはあれだもんな、周回しなきゃいけないし、頑張っておきます後で。バカな、なぜ私の霧が、よし、パーフェクトじゃなかった、にゃにゃにゃー、やったー、貴様嵐の鳥の奉行、嵐の鳥そのままだったり、そういえばエクルさんは嵐の鳥だよ、へん、あ、内緒だった、バラしまって、そのものだと、こうなったら変身した、あ、待って、ここは追撃と参りましょう、え、まだ続きがあんの、もう半分やけです、
しかったね、メイリン、ミミ。結構命がけの勝負だったはずですが、さすがはエクルさんですね。いい走りができました。かけっこ楽しい。また一緒に走ろう。え、また一緒に走りましょう。今度は新しいステージで。どうしよう。デビューですか。あ、これで終わりね。はい、それではガチャを回して終わりたいと思います。なんとか間に合いそう。行きましょう。はい、それで行きましょう。さあ来い。そもそもパイナップルかい。それより弱いやつはいるか。いやもういいよパイナップル。悪いけど出てこないで。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。